ホバーン・シチナは、ムソルグスキーの遺作オペラの一つ。題名は、ホバーン・スキー事件の意である。1872年、ムソルグスキーの友人で評論家のウラリーミル・スターソフは、ボリス・ゴドゥノフの次の歴史劇の題材として、古儀式派について取り上げることを提案した。ムソルグスキーは大いに乗り気になり、スターソフの助言をもとに、ムソルグスキー自身が台本を制作した。しかし、 ロマノフ朝の皇帝を舞台の登場人物とすることは禁じられていたため、中心人物であるピョートル一世を登場させることができず、勢い筋はわかりにくいものになった。作曲は断片的に始められたが、1875年には集中して第一幕と第二幕を完成した。しかし、第三幕を半分ほど作曲した1876年5月に、 スターソフは第二幕と第三幕の内容が劇器の本筋と無関係であると批判し改訂を進める長文の手紙を送ってきた。ムソルグスキーはスターソフの改訂案には従わなかったが、その後は自信を失い、作曲は父として進まなくなった。さらに別なオペラ、ソローチンツィノシの作曲を並行して始めたことも完成を妨げた。 作曲者が1881年に他界した時は、最終第5幕の小儀式派の最後の合唱の手前まで書かれていた。第2幕の終わりに置かれる予定だった五重章も書かれずに終わり、また曲の大部分はオーケストレーションが行われていなかった。作曲者の没後、作曲者の旧友リムスキー・コルサコフによる実用版が作成されて、 ようやく1886年2月21日にサンクトペテルブルクで初演された。しかしリムスキー・コルサコフ版は多くの削除や改作、ワーグナー風の重厚壮麗なオーケストレーションなどによってオリジナルをほとんど書き換えている。このため後にムソルグスキーを敬愛したショスタコービチによりオリジナルのピアノ譜と作曲者自身の三冠編成楽の手法を元に 改めて原曲に忠実な実用譜が作り直されたが、オーケストラの規模は、当時のムソルグスキーの二巻編成の様式ではない。しかし今日では、ホバーンシチナの上演に用いられる実用譜は、大抵ショスタコービチ版であり、リムスキー・コルサコフ版は有名な前奏曲、モスクワ側の夜明けが、演奏、録音される程度である。西欧的な近代化を図った、ピョートル大帝に対する、 イヴァン・アンドレービチ・ホバーンスキー公とその従者たちの無本が扱われている。結局ピョートルが定位について無本は挫折し、ホバーンスキー、公側の小儀式派教との集団自決で幕切れとなる。ボリス・ゴドゥノフほど有名ではないが、本作はある意味において、ボリス・ゴドゥノフより親しみやすい。舞台進行は緩やかで、 声楽の戦術戦は、ボリス・ゴドゥノフのレチタッティーボ的な構成手法に比べて、より伝統的である。ペルシャ人奴隷の踊りなどの情熱的な牢作もある。旧ソ連以外ではなかなか上演されないが、録音は何度か行われており、日本語分け付きの DVD も出回っている。2007年には、ウェールズ・ナショナル・オペラによって、ウェールズとイングランドで上演される運びである。2008年には、 バレリー・ゲルギエフの来日公演において、下記のゲルギエフ版の上演が行われた。作品が未完のままで、ムソルグスキーが死んだため、集結部のあり方をめぐっては、作曲者の没後に多くの問題を引き起こした。結果的に、録音で今のところ確認できるものでは、次の四つの集結が存在している。ムソルグスキー自身によるオーケストレーションも部分的に残されている。 その他、ムソルグスキーの前作、ボリス・ゴルの不動用、本作もロシア史に基づいている。17世紀後半の一連の事件、ピョートル大帝の即位、摂政ソフィアの失脚、銃兵隊弾圧を題材としているが、史実では、前後15年に及ぶ出来事を短期間に起きたように、まとめている。また、ピョートル、 ソフィアといった真の主役であるロマノフ長の人物を舞台に登場させることができなかったため、新旧勢力の対比を明確化する必要から、シャクロビートゥイのように登場人物の立場を大きく改変するなどしている。サーリアレクセイの時代にニーコンソー主教により行われたロシア正教会の改革は、天礼書の改定にとどまらず、教会儀礼の細部にまで及んだ。これは、 先祖代々の儀礼を大切に守ってきた人々の反発を招き、あくまでも改革を拒否し、古い儀式を守ろうとする小儀式派を生み出すこととなった。代々のツァーリは改革を指示して小儀式派に弾圧を加えたが、小儀式派の中には、返境に逃れ集団生活を営み、政府軍が迫ると小屋に立てこもり火を放って集団自殺する者も現れた。 1672年から1690年までの間に、ロシア全土でおよそ2万人が自ら命を絶ったとされる。八海のソロベツキー修道院では、小儀式派修道士による反乱が8年にわたって繰り広げられ、小儀式派指導者アバクームは、流刑ゴム不死を曲げず抵抗を止めなかったため、家計に処されている。1682年の重兵隊反乱を描いた。 ドミトリエフ・オレンブルグスキーの絵画。クレムリンに乱入する、重兵隊、中央の自分を指さす子供が、イヴァン・五世、その右に、ピョートル一世が立つ。1676年に、ロシア正教会改革を支持したツアーリア・アレクセイは母子、マリア・ミロズラフスカヤを母とする三男、ヒョードル三世が即位する。しかし、6年後の1682年、ヒョードルは、 後継者を指名しないまま20歳で没死してしまう。後継者候補には、ヒョードルの同母弟で16歳のイヴァンと、アレクセイの5歳ナタリア・ナルイシキナを母とするイボ弟で10歳のピョートルがいた。イヴァンが、心身に問題を抱えていたのに対し、年少のピョートルは眼見であり、一旦は、母の実家、ナルイシキン家の後押しとヨアキム総主教の指示を得て、ナタリアを接承として、 ピョートルの即位が決定した。この動きに危機感を覚えたイヴァンの母方の実家、ミロスラフスキー家ではイヴァンの実施ソフィアを中心に陰謀を企み、かねてから政府に不満を持つ重兵隊を先導して巻き返しを図った。ナルイシキン家がイヴァンを殺害したというデマが流され、それに踊らされた重兵隊は5月15日、クレムリンに乱入3日間にわたって、 殺戮、略奪を行った。この反乱により、ナルイシュキン派の要人40名が殺害されている。反乱の立役者、イヴァン・ホバーンスキー公は、重兵隊長官に就任し、重兵隊には、おびただしい金品が与えられた。そして、ピョートルは、イヴァンの共同同治者に格下げされ、二人のツアーリのもと、ソフィアが摂政として、政治を行う体制が確立されたのである。 1682年7月5日、ソフィアの前で、ヨアキム総主教徒の論争に臨む、小儀式派のニキータップストスブヤとを描いたペローフの絵画。権力を握ったソフィアであるが、今度は、重兵隊が新たな脅威となる。重兵隊には、ホバーンスキー公をはじめとして、小儀式派支持者が多く、反乱の成功により勢いをつけた彼らは、政治や、 信仰の問題に介入し始めた。7月には、クレムリンで、小儀式派と総主教徒の間で、激しい宗教論争が繰り広げられている。この論争は、ソフィアの巧みな誘導によって、小儀式派の敗北となり、異端とされた小儀式派に対する弾圧はより一層強化された。さらにソフィアは手を緩めず、9月には、ホバーンスキー公を、息子のアンドレイモ・ロトモ傍殺している。 コバーンスキーを公なき後の重兵隊長官には、ソフィアの副審であるシャクロビートゥイが任命され、長身橋イリーゴリーツインコーと共に、ソフィア体制を支えることとなった。この1682年の重兵隊反乱及び、それに続く正常不安を、ロシア史では、ホバーンシチナと呼んでいる。重兵隊を統制下に置き、ソフィアはロシアに安定をもたらすことに、ひとまず成功したが、 対外政策で失敗したため、失脚することとなる。対ヨーロッパ外交を重視したソフィアは、オスマン帝国に対抗する新生同盟に加わり、1687年、1689年の2度に、渡りクリミア遠征を行った。しかし、補給線を断たれ、いずれにおいても、戦果を上げることができず、虚しく撤退している。事実を隠蔽し、指揮官であるゴリチンを、 外戦将軍として奉承したものの、すぐに遠征失敗が明らかになったため、ソフィアの政府は信用を失った。ナルイ資金派はこれに乗じて、ピョートルを結婚させ、ソフィアの摂政としての地位を脅かす挙に出た。対立が深まり、8月には暗殺計画の方も入ったため、ピョートルはイタリ生三者聖セ,セルギー大修道院へ避難したが、遠征失敗により、 ソフィアに失望していた軍、官僚、教会は、ピョートル支持に回り、次々に、ピョートルの避難先へと集結した。敗北したソフィアは、9月に入り、自分の顧門官をピョートルに引き渡し、ノボデビチ女子修道院に遊兵されることとなった。ゴリーツインコーは逮捕された後、北方へ流刑となり、シャクロビートゥイは処刑された。ノボデビチ女子修道院のソフィア、 レイピンの絵画。太った仕込めとして描かれ、総外には処刑された重兵の遺体が見える。政敵を倒したピョートルであったが、その後しばらくは政治に携わることなく、軍事演習や乱畜騒ぎに興じていた。しかし、代わりに国政を見ていた母が亡くなり、共同統治者であるイヴァンも没すると、単独で政務を取るようになる。 1697年3月からおよそ1年半に、渡り、ヨーロッパへ250名の大規模施設団を派遣。自身もそれに加わり先進技術の習得に努めた。ピョートルがモスクワをレスにしている間、銃兵隊がまたしても放棄する。反乱には遊兵されたソフィアの関与が疑われ、ソフィアの折衝復帰やピョートルの息子。 アレクセイを擁立する動きがあったが、知らせを受けたピョートルが帰国する以前に留守を預かる、憔悴の働きにより鎮圧される。帰国したピョートルは、半年をかけて、無本人の粛清を行った。反乱した獣兵は長期にわたって、拷問を受けた後、処刑され、死体は赤の広場に放置された。処刑された獣兵は千人を超え、黒幕とみなされたソフィアに対しては、見せしめとして、 修道院の周囲で数人の重兵処刑が取り行われた。さらに修道所となるよう強制され、修道所スタンナとなったソフィアは6年後に他界した。モスクワの重兵隊は解体され、即位以来、ピョートルを悩ませていた脅威はここに取り除かれた。モスクワ側の夜明けという題名で知られ、しばしば単独で演奏される曲。前奏曲と訳されるが、奏功には、 女装と記されている。川の小波鳥のさえずりなど、モスクワの夜明けの美しさが、変装曲の形式で描かれ、続く、オペラ本編の人間たちの壮絶な政治闘争の、描写と交代賞をなす。主題は、オペラ第三幕に置かれたシャクロビー・トゥイのアリアと、関連を持っている。1682年の重兵隊判断を描いた、コルズー品の絵画。 ピョートル一世のおじいばんナルイシキンを、連行、殺害する、重兵隊。それを嘆く母なたリアナルイシキなと幼いピョートル。その横に、ソフィア・アレクセーブナ。モスクワ赤の広場から1682年、重兵隊反乱の翌朝中央に秘文を刻み込んだ、石中、右手に、大小屋の作業後や。若い重兵隊員の空襲家が、石中に持たれ、寝ぼけて、歌を歌っている。 鐘の音が轟き、遠くから重兵隊のラッパが鳴り響く中、二人の重兵隊員が登場。昨夜の反乱について、物騒な手柄話をしていると、空襲家が目覚め三人は断笑する。そこへ、大将屋が登場。重兵隊の三人は、大将屋をからかいながら退場する。入れ替わりに、貴族、シャクロビー・トゥイが現れ、高圧的な態度で、大将屋に密告書を書かせようとする。 その態度が気に入らない大書屋は一度は断るが、金袋を出されると態度を表現させ、仕事を始める。密告書の内容は、重兵隊長官であるホバーンスキー公が、重兵隊の兵力を使って、息子のアンドレイを行為につけようと企んでいる、というものであった。多言無用と言い残し、シャクロビートゥイが去ると、大書屋は死んだ仲間の筆跡で書いてやった、つはバカ野郎さ。 とあざける。大正屋が、金勘定をしようとするところへ、モスクワの群衆が登場。彼らは広場に建てられた石柱を見て驚く。刻まれた碑文の内容を知りたがるが、誰も文字が読めない。そこで、大正屋に碑文を読むよう頼むが、謝礼を要求されたので怒って、大正屋の作業小屋を壊しにかかる。驚いた大正屋はしぶしぶ碑文を読み始める。碑文には、 銃兵隊が在留外国人や反対派の大貴族を襲って正義の鉄槌を下したことが記されてあった。驚愕した群衆はロシアの行く末を暗示で歌う。遠くで鳴っていた銃兵隊のラッパが近づき、大将やは野獣の親玉の登場だと叫んで急いで立ち去る。入れ替わりに先導した群衆や銃兵隊の看護の声に迎えられ、 ホバーンスキー公が取り巻きと共に登場する。公は我々は正義を成し遂げたと演説を、無チ獣兵隊を従えてモスクワの巡検に出かける。群衆は白き大鳥に栄えあれと合唱しながら、これに続く。人々が去った後、ドイツ人でルター派教徒のンマがアンドレイ・ホバーンスキーに追われて逃げてくる。アンドレイは演マをものにしようとするが、 彼に父親を殺され婚約者を追放されたエンマは、なびかず、揉み合ううちに、アンドレイのかつての恋人であるマルファが登場、二人の間に割って入る。かつての恋人同士が刃物を持って睨み合うう,うちに、巡検を終えたホバーアンスキー公の一校が赤の広場へ戻ってくる。エンマを見た大けは、己のものにしようとするが、アンドレイに遮られ、 親子が一触即発となったところへ、小儀式派教徒ともない同派のリーダーであるドシフェイが登場、小儀式派であるホバーンスキー親子を制止し、マルファにエンマを家へ送るよう命じる。そして群衆に共に神のために戦おうと呼びかける。フンが悪いと悟ったか、公はアンドレー、重兵隊を伴って多乗する。続いてドシフェイと、 小儀式波経とも祈りながら立ち去る。その声に、鐘の音が被さりまく。ヒョードル・シャリアピンが演じるドシフェイ。バシーリー・ゴリーツインコの屋敷の書斎から、夏の遊国ゴリーツインコが折衝で、愛人関係にある王女ソフィア・アレクセイエブナからの恋文を読んでいる。コは、気まぐれなミコを信頼しきることができず不安な気持ちを抱いている。続いて、母親の手紙に目を通すが、 心身ともに潔白であれ、という文言が気になり物思いに吹ける。腹心のバルソノフィエフが現れ、ルター派の牧師が面会に来たことを告げる。牧師は公に、エンマの保護を求め、色良い回答を得る。調子に乗った牧師は、モスクワのドイツ人居住区に教会を建てることも、請願するが、にべもなく、断られすごすごと退場する。ゴリーツンコは、牧師の退場後、 彼を罵倒する。バルソノフィエフが現れ、ゴリーツインコーが会いたがっていた魔法使いの女が到着したことを告げる。マルファが登場し、ゴリーツインコーは彼女に先行きが見えない現状についてこぼす。すると、マルファは水占いにより未来を予言してみせようという。占いの準備ができると、マルファは次第にトランス状態となり、例の言葉を伝える。それは、 ゴリーチン公の出脚と返境への流刑という未来であった。激怒した公は、マルファを下がらせ、バルソノフィエフを呼ぶと、手下を使って、マルファを沼に沈めろ、と命じる。マルファはこれを耳に挟みながら退場する。一人残ったゴリーチン公が予言の内容に絶望していると、欧平な態度で、ホバーンスキー公が書斎に入ってくる。 ゴバーンスキー公は、ゴリーチン公の改革で大貴族が貶められていると不満を言い、挙句の果ては、ゴリーチン公の先行がまやかしだと罵るので二人は、あわや乱闘となる。そこへドシフェイが登場し二人を制止する。ドシフェイは、自分の前歴は大貴族であるムイシェツキー公である、ことを明かし、揃って、会談に臨むことを、両校に訴えようやく予定されていた会談が始まる。 会談のテーマは、ロシアの未来であったが、ドシフェイは、ゴリーチン公の施策を、聖意をかぶれと批判し、ゴリーチン公は、小儀式派を古臭いと馬鹿にする。一方、ホバーンスキー公は武力を背景に、ロシアの統治を任せてほしいと提案するが、ドシフェイに、従兵隊の行状の悪さを非難され、一向に話はまとまらない。ちょうど小儀式派教徒が総外を祈りながら通過し、 ドシフェイが、我らの信仰の力でロシアを復活させると語り、ホバーンスキー公が、重兵隊と信仰の力で、ロシア復活か、大したもんだ。とひにくったところへ、突然、マルファーが飛び込んできて、ゴリーチン公に命乞いする。ゴリーチン公は総白となり、ドシフェイとホバーンスキー公は、説明を求める。マルファーは、ゴリーチン帝からの木と、 オリン・ツインコウの命で四角に命を狙われたが、ピョートル親衛隊が居合わせて救ってくれた天末を語る。これを聞いた三人は、ピョートル皇帝が力をつけ始めたことを知り驚愕する。その時、バルソノフィエフが現れ、シャクロビー・トゥイの来訪を告げる。シャクロビー・トゥイは、ホバーンスキー親子が定位を狙っているという密告書が届けられ、ピョートル皇帝が、 ホバーンシチナとつぶや金坊について調査を命じたことを伝える。モスクワ側右岸にある重兵隊居住区正午、セルゲイ・ボルギンが演じる、大書や、小儀式派京都が昭和しながら通り過ぎた後、マルファーが登場し、アンドレイのことを思いながら歌う。その歌を聞いた、小儀式派京都の老女、スサンナは、マルファーが、 世俗的な愛を断ち切っていないことを非難し、魔女裁判にかけて処刑してやると脅す。続いて、ドシフェイが登場し、スサンナオサトスが、聞き入れられないとわかると彼女を叱責し追い払う。マルファは、自分がアンドレイと共に、炎の中で焼かれ浄化する幻を見たと訴え、ドシフェイはそれを慰めながら、共に退場する。入れ替わりに、シャクロビー・トゥイが登場し、 獣兵隊に蹂躙された祖国を思い歌う。そこへ酔っ払った獣兵たちが登場。シャクロビートゥイは、お前たちの世も長くはない、と捨てゼリフを残して退場する。続いて、獣兵の妻たちが登場。酔っ払ってばかりで家庭を帰り見ない夫を避難する。妻たちの剣幕におののいた獣兵たちは、空カに頼んで妻たちをなだめてもらおうとする。シカは、バラライカカタに、 ゴシップ女の歌を歌ってその場をうまく収める。そこへ血層を変えて、大書屋が飛び込んでくる。大書屋は、ベルゴーロド地区の重兵隊居住地が、外国人傭兵部隊とピョートル皇帝の親兵隊に、襲撃されたことを伝える。愕然とする重兵とその妻たちであったが、空使家の提案で、とにかくホバーンスキー公に事態を報告し、敵を迎え撃とうということになる。 獣兵たちの呼びかけに応じて、ホバンスキー公が建物から現れる。獣兵とその妻らは公にご出陣を、と訴えるが、ピョートル皇帝がすでに強大な力を持っていることを理解した公は、出陣を拒否し、獣兵らに、おのおの家に帰り沙汰を待てと告げて引きこもる。獣兵らの嘆きの合唱で巻く。第1話ホバンスキー校領地内の、 大邸宅食堂女濃度が美しい、草原の小川の傍らで夜を明かしたを合唱する、傍らで食事をとっていた、コバーンスキー校は、しめっぽい歌を歌うなと怒り、陽気な踊り歌、おこしょうさんを歌わせる。気分が乗ってきたところへ、ゴリーチン校の使者が訪れて、災難が迫っていると伝える。しかし、 ホバーンスキー公は、己の屋敷内でどんな災難が待ち受けるのか、とあざけ笑い、死者を馬蹄に、おもてなしさせる。今日襲がれた公は、ペルシャの女奴隷を呼んで踊らせる。突然、シャクロビートゥイが入ってきて、公焼に、摂政ソフィア様があなたを呼んでいる。あなた、なしでは、会議が明けないとおっしゃっている、と伝える。この言葉に喜んだ、ホバーンスキー公は、 ジョノードが大がけを称える、メス白鳥が泳いで行くを歌う中、礼服に着替え礼拝を済ませて部屋を出ようとする。その時、戸口に潜んでいた死角が、ホバーンスキー孔を刺し、絶叫と共に大けは倒れる。シャクロビー・トゥイは、死体に近づき、白鳥殿に栄光あれとあざけり高笑いと共に、退場する。第二馬獣兵処刑のアサスリコフの絵画。モスクワ生。 ワシリー大聖堂前の赤の広場マルファの予言の歌のメロディに基づく還元学の前奏で始まる。群衆がたむろする中、武装した傭兵に伴われ、失脚したゴリーチンコーを乗せた馬車が、ゆっくりと流刑地に向け進んでいく。ドシフェイがそれを見送り外端していると、マルファが現れ、最高会議が小儀式破強と滅ぼす決定を下したことを伝える。 ドシフェイは、マルファにアンドレイを連れてくるよう命じて、姿を消す。やがてアンドレイが現れ、エンマを返せと叫ぶ。マルファは、エンマは故郷であるドイツに帰り、ホバーンスキー公は殺害され、あなたは追われる身だ、と伝えるが、アンドレイは信じない。角ノ笛を吹いて、獣兵隊に、マルファを捕らえさせようとするが、誰も来ない。再度、角ノ笛を吹くと、陰鬱な鐘の音と共に、 鎖につながれ自らの弾頭用の丸太、斧を持たされた銃兵とその妻たちが集まってくる。この光景に怯えたアンドレイは、マルハーに助けを求め、二人はその場を去る。銃兵とその妻たちの悲痛な叫びがこだまし、処刑が開始されようとしたとき、プレオブラジェンスキー行進局が成り渡り、ピョートルの親衛隊と指揮官ストレージネフが登場、ピョートルとイヴァン両皇帝より、 獣兵隊に特赦が与えられたことを告げる。獣兵とその妻たちの喜びのうちに巻く。モスクワ郊外の林の中にある古儀式派修道院月夜、ドシフェイが登場し、神徒たちに万作つきた今、誓いを成就し運命を共にしよう、と呼びかける。神徒たちは炎により自らの潔白を証明しようと、合唱し、殉教者となることを決意して、修道院へと入っていく。 一人残ったマルファがアンドレイのため乗っていると、アンドレイがエンマの名を呼びながら現れる。マルファは昔の二人の愛を思い出してほしいと言い、ハレルヤを唱える。ラッパの音が響き、ピョートル皇帝の軍隊が近づいたことを知らせる。マルファはアンドレイに、もはやどこにも逃げ道はないと言い、炎の中へ一緒に行こうと誘う。ドシフェイト信徒たちが昭和する中、マルファは、 滝木の山に火をつける。ラッパの音が高まり、軍隊が近づく中、修道院は炎に包まれ、皆はアーメンを唱えながら焼け死ぬ。歌手は、配役順位第三幕、マルファの恋の歌及び、酔いざましの合唱の2箇所。リムスキー・コルサコフ編曲版では、この設定は、現れてこない。1672年に始まる。 小儀式派の抵抗から数えれば、およそ四半世紀にわたる。例えば、教会周囲の練り歩きの方向を逆にする、十字は二本指ではなく三本指できる、祈り拝は頭身ではなく腰までで行う、など。本来は1870年に構想された、オペラ、水のみ百姓のために作曲された。ヒョードル三世が最晩年に言った、ンチ性の廃止のことを指す。 ゴリーツインコーが指揮した2度のクリミア遠征失敗のことを指す。若き日のムソルグスキーはプレオブラジェンスキー連隊の将校であった。記載あるもののみ。ドリームライフの DVD 版ではカットされているが、131分の前兆版ではこの場面は存在する。従ってこの映画としての改変とは考えられない。ありがとうございます。